です。教師ドミドです。はい、ベルナートドラグシンが来たよ。はい、ということで冬の遺跡史上こういう特集1本目でございますね。いやー久しぶりですね。はい、来たようが久々でございますけれども、まずは一つ、ちょっと謝りたいなということで、まあ、ティモファンの方、はい、動画が遅れてしまい申し訳ございません。そうですね。はい、まあ、ベルナーがやってきた時にね、まあ、私のツイッターに、まあ、たくさんの DM が届きて、ちょっとベルナーをやってくれないかと。ベルナーだけだろ、こんなくんの。まあ、改めて、まあ、だいぶ過去の動画と被ることもあるかもしれませんけれども、ベルナーを語って、はい、まあ、そしてですね、ドラグシンも同様に語っていければいいなというふうに思っております。それではよいしょということで、まずは一人目、ティモ・ベルナーということでございますよ。ついに帰ってきましたね。2020年夏、ライプツィヒから、まあ、チェルシーにやってきたわけでございます。この快速フォワードはですね、まあ、チェルシーの、チャンピオンズリーグ優勝にめちゃくちゃ貢献し、はい、チェルサポのみならず、まあ、プレちゃんから愛され、はい、もうプレミアのもう看板選手の一人に。ある意味なりました、はい、もう本当に。しかしですね、意外と、別れの時は早く、加入から2年後の2022年夏にですね、チェルシーからライプツィヒへ戻ることになったと。プレちゃんがどれだけベルナーを愛していたかなんですけれども、はい、まずはですね、ベルナーが来た時、はい、こちら実は単独で上がってないんですよ。あ、そうだっけ、はい、で、あの年めっちゃ撮ったじゃないですか、はい、ハバーツとかチアゴシューバとか忘れちゃいけないマラングサールとか、はい、撮ってなんかこうガッチャンコでね、1個で語ったっていうのことありました、うん、まあそこでベルナー触れました、はい、そしてですね、まあ、プレちゃん名物検証企画、はい、はい、まあ、ベルナーがオフサイドなくて、はい、チャンス全部決めてれば一体何ゴールになったのかという、本当に選ばれたものにしかこの検証企画で、はい、できませんから。だって過去選ばれたのはベルナー、マグワイア、はい、伊藤こちら3人だけですから。かつプレちゃんでは珍しいお別れ動画、はい、これもあんま上げてないんですよね。そうですね、確かに、はい、そしてこれだけはもうベルナー以外飾ってない1分の1、はい、節まとめ特選もう翼生えちゃって、翼生やしたコベルナということで、もう本当に、はい、言っちゃえば今回、うん、関東飾れば、はい、まあ、5回目ぐらい、うん、もう相当相当寵愛を受けている、はい、ティモ・ベルナでございますけれども、はい、まずはですね、うん、まあ、軽いキャリア紹介をさせていただこうかなということで、はい、まあ、改めましてですね、はい、1920シーズン、まあ、ライプツィヒで、うん、まあ、リーグ戦28ゴールを記録と。そのシーズンが終わった夏にですね、はい、4770万ポンドでチェルシーに加入したと。初年度である2021シーズンではですね、まあ、第5節のセインツ戦で初ゴールを挙げると、まあ結果的にはリーグ戦はですね、現実世界で6ゴール、本来の世界で28ゴールということで、まあ、非常に素晴らしい活躍して、はいはい、まあ、そのシーズンのですね、はい、クラブ内チェルシー内のスコアラーでは2位を記録ということで、まあ、1位がね、ジョルジーニョの7ゴールということでまあまあ実質1位ですよ。まあ実質1位、はい、CL では、はい、まあ、よりコンスタント得点を挙げておりまして、うん、グループステージで3ゴール、はい、準決勝のですね、うん、セカンドレグのマドリー戦で1ゴールということで、はい、計4ゴールを記録して、うんうん、まあ、チェルシーの CL 優勝に貢献しましたよと、はい、2122シーズンはですね、まあ、ルカクが、はい、加入したってこともありまして、初年度ほど、まあ、出場はなかったんですが、はい、まあ、節まとめ完投を飾りましたセインズ戦、はい、こちらで、まあ、2ゴール、はいはい、タイトルにはね、6ゴール過去ハテナでが言ってました。大嘘にもほどなんだこれね、なんで俺らがこんなに愛してるのかというと、うん、両ポストバー全部一回当てたんですよね。当てつつ2ゴールという、そうとんでもないチャンスが巡ってきてるというね。CL では大活躍、はい、2122の準々決勝の2戦目のレアル戦、はい、ではですね、まあ、1点目のマウントのゴール、うん、アシスト、そして、夢を見せたあの3点目、はい、ただですね、まあ、翌シーズンになりまして、まあ、いろいろまた、止まらない大補強、そして、まあ、ボーリーがね就任みたいな、はい、ところもありまして、はい、ライプツィヒへ約2000万ユーロで移籍するよと。移籍後でございますけれども、リーグ27試合に出場し、9ゴール3アシストの活躍をすると。そのシーズンのですね、うん、まあ、チーム内トップはエンクンクで16ゴール。はい。なんですけれども、それに次ぐ9ゴール。おー。ちなみに3位ソボスライということで、もう、すげえ、みんな、みんな来てるんで、ね、集結しますね。集結しておりますね。ただですね、今季はですね、まあ、怪我での離脱等あり、リーグはですね、8試合出場なんですが、うん、うち2試合が、うん、先発ということで。
ああもうほとんどベンチだったり、はい、出ないかったりがそういうことでございます。特徴、はい、解説なんですけれども、スピードはある、うん、ただフィニッシャーではない。もうこれですね、はい、チェルシーに当たってからは、まあ、フィニッシャーという活躍ではそこまでないのかなと、うん、はいはい、そのスピードとか、うん、献身性で貢献する、うん、セカンドアタッカー的な、そうですね、うん、FB レフというサイトのですね、はい、まあ、その選手の、うん、ざっくりとした特徴を表しているグラフでございますけれども、はい、やっぱりそのパスとか、はい、まあ、キャリーとか、うん、そういったところでですね、目立っている一方でやっぱちょっと得点の方は、はい、まあ、まあ、そこまで伸びない、悩んでいると、まあ、ちょっとストライカーとして考えるところは、うん、物足りないものはありますけどね。そうですね。ということで、まあね、じゃあどういう風に貢献するのかって話でございますけれども、はい、分かりやすいのはもう本当に CL 決勝、うん、チェルシー VS シティ、はい、こちらの、まあ、デコイの、うん、あのランニングですよね。はいはいはい。マウントにボールを当たった時に、うん、ベルナーが走って、うん、スペースを作りまして、はい、まあシティ、はい、それに釣られる、うん、でそこで空いたところにハバーツが抜け出してっていう、そこのデコイランなんかはやっぱりちょっとベルナーのチェルシー機の ね代表するプレーなんじゃないかなっていう。もういっぱい点取ってくれとか、うん、後半残り10ゴール取ってくれとか、うんうん、まあ、そういうタイプではなく、あくまで、まあ、ベルナーが、いることによって他のスコアラーがより動きやすくなるとか、うん、まあ、そういったタイプのアタッカーなのかなと。まあ、総合的に得点が増えるパターンもね、あ、全然それも、もちろんでございますけれど、あとはですね、結構これ配置の問題なんですけれども、はい、あのサイドで、うん、ドリブルで仕掛けるタイプでもないよねっていう話。あー、そうですね、うん、直近の試合ですと結構大外張って、はい、ウィングをやってましたね、しっかりね。そうですね、こちらがですね、まあ、ユナイテッド戦のベルナーのヒートアップでございます、はい、まあ、左端、まあ、ここら辺、うん、まあ、まさに左ウィングの位置、はい、で、まあ、ヒートアップはなってるわけでございますけれども、うん、なんかイメージで言うと左サイドのソンみたいな感じなのかなってことで、うん、そうですね、まあ、ちょっとこれ、まあ、前後逆になってて申し訳ないんですけれども、うん、ここありつつも中でのヒートアップ高いじゃないですか。あー、結構目線には侵入してると、うん、そうですね、うん、なのでサイド端で持って仕掛けて、うん、ちぎるというよりもサイドから中に流れつつ、ストライカーの補助、うん、ないしは自分でフィニッシュを決めていくみたいな使い方が、まあ、なんて言うでしょうね、まあ、うん、およそ最も考えうる使い方になるのかなと、はい、何かに秀でてるわけではないけれども、うん、まあ、マルチな戦い方ができるよねっていうことで、はい、まあ、こういう意味で言うと、まあ、いろんな手札を持ってるアンジェのね、はいはい、サッカーには結構ハマる可能性で十二分に高いんじゃないかなと。ポステゴグルーもですね、はい、まあ、多彩で、うん、非常にいろんなことができるということで、うん、ベルナーを高く評価して、うん、それが獲得に至ったと。なるほど。マルチなベルナーが入ったことにより、うん、はい、スパーズで何が生まれるのかと、うん、いうことなんですけれども、こちらはですね、やっぱカウンターでのゴールのシーンがちょっとより生まれやすくなるのかなということで、はい、まあ、スパーズはやっぱりスピード、うん、での速い展開での攻撃っていうのはやっぱ今季多いじゃないですか。いや、そうですよね、もう、うん、てか元来持ち味というかね、まあ、確かにそうだ実際ですね、こちら、アスレチックの、まあ、とあるグラフによるとですね、はい、上に行けばプレスが、はい、非常にインテンシティ高くて、うん、右に行けば、多分カウンターのあれが高いよっていう感じで、うん、まあ、リアプールが一番右端にいる、これは非常に納得、非常に見てるで、ね、うん、だけで分かりますね、はいはい、まあ、その次に右上にいるのがスパーズなんですよね。ああ、そうか、はい、うんうん、ただですね、スパーズ、うん、ちょっと問題点がございまして、はい、お二人によるとですね、はい、カウンターアタックで、うん、今シーズン、リーグ戦ですね、ゴールに結びついたのは、はい、わずか1であると。あれ、はい、まあ、こちらはですね、あのオプタ大先生が何をカウンターアタックとしているかに関しては、うん、僕はわからないんですよ。まあ、ある程度定義があったとしてね、はい、うん、ただですね、こちらはですね、フースコも同じようなデータ出しておりまして、はい、フースコもですね、まあ、クラブごとの、うん、得点バリエーションの比較でカウンターアタックの相当にすると、うん、まあ、リバプールとか4とか多くて、うん、まあ、フォレスト7、ウエストハム6とか分かりやすいじゃないですか。まあ、分かりやすいな、うん、ただスパーズはですね、1なんですよ。あー、なるほど、はい、共にスピードで抜けれて自分フィニッシュするだけじゃなくて、うん、そういったおとりであったりとか、はいはい、または中に入ってきたりっていうような、うん、いろんな動きができるベルダーの加入によって、うん、このカウンターの動き、はい、成功率は結構上がりやすくなるんじゃないかなと。いや、これは確かにそうだわな、うん、ベルダーに関して言うと、まあ、僕が非常に甘いっていうのあるかもしれませんけれどもだから G と A だけで、うん、あの判断してはいけない選手。いや、確かにそれはそうなのよ、うん、だって CL 取ってるしね。そう、CL 取ってんだ、絶賛スタメンで出て、文句のやつは CL 取ってる
長長長あとはね、まあ、プチ特徴解説でございますけれども、はい、まあ、オフサイドがちょっと好きだよということで。でもなんか最近見た中では、うん、ちょっと上手くなってたような。そうですね。なんか、うん、あの、ベルナーがいなくなってる間に、はい、よりオフサイドが好きな選手が増えてる。あとですね、あの、性格が非常に良いと。いや、これは間違いない。はい。うん、ポステゴグルーが、はい、あの、このね、ベルナーと契約する際に、うん、ちょっと重要な要素となったと。ほう。まあ、非常にですね、自分だけではなく、チーム重視で考えられる性格だから、うん、まあ、このベルナーを気に入って、ポステゴグルーが獲得に至ったなというような記事も上がっております。やっぱ、うん、人徳は積むもんですね。そうですね。うん、まあ、有名なエピソードで言うと、はい、チェルシー期でですね、うん、ランパーとか、はい、チェルシーの監督解任されました。うん、って時にですね、ベルナーはインタビューで、はい、僕がもっとゴールを決めていたら、ボスの解任はなかったんじゃないかということで、ちょっと反省後悔をしている。これ言える選手いる？いや、これいないよ、なかなか、本当に。そう。だから、うん、もうベルナーの逆にもう弱みをね、いい人すぎる。アタッカーにしては。いいやつすぎるが。そう。だって考えてみたら、まあ、アタッカーとしてはチェルシー機で、うん、筋足りないじゃないですか。まあ、はっきり言えばね。ね、うん、はっきり言えば足りないですよ。うん、ただ、チェルサポで、うん、ベルナーを嫌ってる人なんて誰もいないですよね。そうよ、とんと在籍期間だってね、うん、そう、ちょっとなのに。2年だけですよ。あんだけファンから愛されてる人もなかなかいないぞという。なかなかいないですから、やっぱりですね、まあ、チェルシーから、まあ、ライプチヒ挟んでですけど、スパーズではなかなかね、珍しい遺跡でございますけれども、やっぱりそのキャラクター精神ともども愛してやってくださいと。はい。何なんだろうね、オチが愛してやってください。続きましてですね、はい、2人目、ドラグシンでございます。はい。はい、ラドゥ・ドラグシン、ルーマニアのね、選手でございますね。うん。まあですね、ポステゴグルー、はい、まあ、スパーズ、冬のウィンドウがいたらですね、真っ先にやっぱり、センターバックは狙おうということを公言していて、まあ、この1月の、まあ、最優先事項であったと、待望の、うん、まあ、3人目というんですかね、はい、センターバック獲得でございます。1月12日にですね、はい、公式発表がありまして、ジェノアから、うん、セリアジェノアから2500万ユーロでやってきました。はい、現在21歳、はい、ただ誕生日が2月3日ということで、はい、もうすぐ22歳になるよと、身長が、191cm、 うわ、いいサイズやで。いいサイズで。まあ言った通り、生まれは、ブカレスト、ルーマニアですね。はい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 。で、利き足右利き、うん、市場額2000万ユーロということで。はい、ちなみにですね、まあ、こんな風貌かるか分かりませんけれども、ジェノアでのニックネーム、はい、ボディーガードと言われてるそうでございます。マジか。まんまや。まんまです。まんまや。結構ジェノア。シンプルシンプルに。キャリア紹介でございますね。うん、ドラグシンですね、うん、スポーツ一家の、ほうほう、出身でございまして、うん、父親はですね、はい、バレーボールのプロ。はい。母親はですね、バスケットボールのプロと。あー、どちらも、はい、ねえ、身体能力を活かしたプロたち、はい、まあもうそれはドラグシン出来上がるわなみたいな。なるほどね。ぐらいの感じでございます。2018年にですね、ユベントスの下部組織に加入します、うん、当時16歳ですね。ちなみにこちらをですね、引き抜いたユベントスに連れてきたのは、うん、パラティチ。ああ、はい、またこれも、はい、スパーズでいろいろ絡んでるのかな。そうですね。どうかね。2020年12月18歳でチャンピオンズリーグ、セリアともにデビューをするよと。おお。はい。翌シーズン、2021-22シーズン、前半戦はサンプドリアでプレーしまして、うん、まあ後半戦はサレルニターナで、はい、まあ半年ろ半年ろみたいな感じで、うんうん、プレーしまして、後半戦ではですね、うん、サレルニターナでは、まあ7試合の出場にとどまるんですが、うん、まあサレルニターナのこの大逆転残留に、まあ非常に今貢献するよということで。おお、すげえ。そしてですね、その翌昨年は、うん、セリエ B のジェノアに、うん、まあ、1年レンタルで向かうわけでございます、はいはいはい、まあ、そのジェノアではですね、38試合に出場、はい、そのうち37試合が先発と。おお、すげえ。ここで一気に、そう、一気に出場権を得たわけだな。その活躍によりジェノアがですね、まあ、970万ユーロで完全買取しまして、うんうんうん、ジェノア選手になると、今季ではですね、うん、ジェノアの中で全体通して2番目タイの、うん、出場数を誇るぐらい、まあ、チームの心臓として活躍しているよということで、ポジションなんですけれども、ほとんどですね、結構3バックで、はい、過ごしているよということで、まあこちらはまあジェノアっていうところがあるかもしれませんけれども、今季はですね、3バックをやりますと、はい、ただですね、右利きなんですけれども、左のね、3シビの左を務めることが一番多いっていう。なるほどね。またですね、一応サイドバックもちょっと、かじっておったよということで、うん、こちらはですね、まあバルクトによると、はい、142分の10の右サイドバックでやってまして、うんうん、はい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 、これはですね、サンプドリア期なんで、うん、まあ、ちょい前っちゃ前なんですけれども、一応右サイドバックのノウハウは多少はあるよということで、ということで、まあ、特徴でございますけれども、まあ、対人戦なんですけれども、はい、はい、こちらご覧ください。
ババントということで、はい、タックル、うん、インターセプト、ブロックの数がですね、著しく低いんですよ、これ。FBRefのデータなんですけれども、うん、実際ですね、ソファスコアでセリエ A のリーグ戦、15試合以上出場しているディフェンダー、ミッドフィルダーでのタックル数の相当、うん、でもドラグシン、110位。おーっと、ただですね、地上戦はそこそこ高くて16位なんですよ。はい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 、はい、勝負数自体はあんまり高くないですが、はい、こちらご覧ください、はい、ドリブル突破された回数わずか1回。へー、ガツガツ前から行くというよりも、うん、この勝負どころを見極めてパーツイチで取りに行くっていうような、プレイスタイルは結構このデータから見れるんじゃないかと。なんだろう、大工みたいな。そうですね、雰囲気を感じますね。相手がドリブルしてきた時の対応で、うん、88.9% で成功してるんですよ、タックルを。うわー、だから、うん、俺から挑むことはないけど、はい、挑まれたら戦うよ、うん、かっけえな、かっけえな。そう考えたらかっけえな。ちなみに勝つよって。そう、ちなみに勝つけどやんのみたいな。やんの。タックル数が低いからといってタックルが下手っていうわけじゃないんですよね。なるほどね。これ本当にね、おのものプレースタイルというか、もちろんね、うん、タックル数が多くて地上戦強い選手もいますけれども、うん、結構ちゃんと見極められる、確かにね、そういう選手なのかなと。ただですね、空中戦はもう普通に強いっす、はい、ということでですね、空中戦はですね、セリエ A のディフェンダーの中で3番目に多い、3番目に高い空中戦の勝率を叩き出しておりまして、はいはい、勝率だと 69.9% と。いやー、高いねー。はい、ソファス、これはですね、アスレチックの記事なんで、はい、一応ソファスコアで見たら、うん、70.24%。 あー、もうほとんど、うん、7割近くを勝ってると、はい、基本的に挑まれた勝負には勝つ、うん、ただ挑むタイミングはこっちが決めるよみたいな。いやー、なるほどね。そういうタイプの結構クロート好みのあれかもしれません、うん、ということで、まあ、続いてですね、ビルドアップ面なんですけれども、はいはい、こちらはですね、ちょっと、まあ未知数なところもあるのかなっていうところございまして、はい、うん、なんといってもですね、ジェノア、はい、所属しているジェノアなんですけれども、セリエ A で、はい、ポゼッション、うん、パーセンテージランキングでいうと、うん、下から2番目なんですよね。平均 42.2%。 あー、低いね。だいぶ相手に握らせてるっていうようなシーンが多いので、はい、まあ、ここに関してはちょっと、まあ、実際実戦面投入して見ていきたい、うん、ですけれども、正直言うと、あのジェノアのセリエ B の時は、うん、パス結構バンバン通してるようなタイプであったので、そのチームスタイルとか、また相手のレベルによって、結構こう調節できるポテンシャルもあるんじゃないかと。なるほどね。あとはですね、まあ、なんといってもですね、はい、もうメンタルが仕上がってると。ここがですね、もう一番の、なんでしょう、ドラグシンにワクワク感があるんじゃないかということで、バイエルンも、そのドラグシンをちょっと狙っているんじゃないかってことで、ドラグシンですね、バイエルンか、スパーズかで、はい、なんと、徹夜で悩んだと。もうここどっちにしようっていうことで、まあ確かにな、うん、出場機会等々を考えた時に、うん、スパーズの方がよりチャレンジできるんじゃないかって思いと、まあ、プリミアリーグに非常に強い憧れがあったと、ほうほうほう、いうことも相まって、かつですね、まあ、トレーニング中もですね、ちょっとドラグシーン、その見た目っぽいちょっと出来事がございましてですね、ジェノアがセリエ B にいた頃でございます、うん、そのシーズンの終盤ですね、ジェノアはすでに昇格を決めておりました。はい、はい、ということで、うん、まあ、トレーニング中なんですけれども、うん、まあ、非常に昇格決めてるんで、はい、雰囲気が明るくて、まあまあ和やかな雰囲気が出ますよね、はいはいはい、そんで、まあ、結構練習中も、まあ、アタッカーもさらっとこうシュート決めたりとか、うん、ちょっと戻りが遅かったり、はい、昇格してるし、うん、みたいなシーンあったんですけれども、はい、彼はですね、はい、怒りに身を任せ、年上の、はい、アタッカーにですね、うん、真面目に練習しようぜと。もっと真面目にやるよ、昇格してるから何なんだっていうことを、チーム浮かれてたら、はい、まあ、あなたって浮かれるじゃないですか。いや、そりゃそうですよ。いや、パイセンシュート上手いっすねみたいな。いや、うわー、左で蹴れるかそれとか俺ら言いがちじゃないですか。まあ、よいしょしてね。そうそうそう、いいですよね、こういう規律がある選手ってのは。そうなんですよ、うん、若くしてだいぶメンタルが仕上がってるんですよね。いやー、これはマジで、うん、大物になる予感しかねえな。そうなんですよ。本当にですね、まあ、もう将来的な、はい、まあ、キャプテンとかの可能性も、うん、その器を秘めているような選手なんじゃないかということで、はい、こちらがですね、うん、まあ、もうスパーズの新たにやられた第3センターバック、はい、ドラグシンでございます。いや、そうですね。ということで、まあ、以上ですね、ベルナーと、うん、まあ、ドラグシンを語らせていただきましたけれども、うん、いかがですか、伊藤さん。いや、そうですね、うん、まあ、ベルナーは、うん、もうマルチに何でもやってくれるだろうと、うんうん、いろんなポジションでね、はいはい、で気になるのはドラグシンで、うん、ロメロ・ミッキーっていう壁は高いと思うんで、はいはいはい、そこで実際どんぐらい出場機会得られるのかなっていうのは疑問、うん、
まあそうですね、まあ、実際ロメロミッキーで、多分なんら不安はないと、全く無難にいけると思う。ただまあそこをローテーションすることによってね、だからリバプールのコナテ来た時に、はい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 、大工マティップコナテで回せるからこそシーズン戦い抜けるみたいなね。ああ確かにそんな感じになれたらベストなのかもわからんな、うんうん、そうですね。ここはちょっとアンジェの手腕、はいはい、楽しみでございますし、うん、まあ、ベルナーでいうとですね、はい、まあ、ソンとの絡みどうなるかっていうのも非常に気になるなと。トップベルナー使うのかみたいな。それかも普通にね、ソントップでベルナー左とか。ああね、ここのですね、まあ、ベルナーが、ランでね、うん、スペースとかコース作って、うん、その隙ソンつくとか、うん、逆にソンが全部、引き寄せてベルナー空いたところにいい感じにコースに走るベルナーにパス出すとか、はい、うん、ここの関係性とかも非常に楽しみなんですよね。いやそうですね、うん、ただこちらも同様にね、うん、リッチとか今だいぶ調子上げてきてるし、うん、いやだいぶ層厚くなったなっていう。そうですね、このライバル関係というか、うん、切磋琢磨できるような。まあ、そこまでアタッカーは、まあ、そうないけどね。まあでも今ね補強の感じがさ、はい、あのめちゃくちゃガチで素晴らしいよね。いやそうなんだよね、うん、近年のスパーズの補強はちょっと、うん、羨ましいというか。そうですね、まあ、実際夏の補強もピタリと当ててますし、この冬も足りないところも颯爽と置いて、なんならもう本当ユナイテッド戦で出てるぐらいですから、うん、そういったところですね、ちょっとスパーズの本気具合といいますか。いやー後半戦だいぶ上げてくるんじゃねえかなって、うん、そうだね、うん、非常に注目でございますけれども、はい、今後ですねベルナーとドラグシーン語らせていただきました。よければチャンネル登録をお願いします。各種電気ゲームチャンネルからお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バーイ。